俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあ、ですね、イベントのところにあります、こちらの予想コインっていうのがあるじゃないですか。まあ、これで、予想を的中させることによって、まあ、このオッズの倍数、コインが増えていくっていうものですね。例えば、その左のチームに100コインかけたら、オッズ 1.88 なんで、まあ、要は 1.88 倍になって、100コインが188コインになって返ってくるっていうものなんですけれど、まあ、この予想コインをですね、まあ、今回は、まあ、効率よく増やしていって、まあ、交換ショップでですね、ガチャとか、金額のアイテム、まあ、当てていく方方法、これをですね、今回もちょっと解説していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、まあ、今回の方法2つありますね。まあ、どっちも皆さん簡単に使える方法なんで、まあ、やってみるといいと思います。まず1つ目ですね。1つ目は、まあ、こっちいろんなですね、ランキングっていうのがあるんですけれど、まあ、回収率ランキングと、的中率ランキングと、総資産ランキングっていうのがあるんですよね。まずこの総資産ランキングっていうのは、まあ、ぶっちゃけそのめちゃくちゃギャンブラーだったらもうね、ワンチャンスにかけていく。1つのその倍率高いやつにもう全部ぶっぱして勝った人がここに乗っかってるんですけれど、まあ、正直ここのランキングはですね、もう本当に運ゲーなんで、そんなにこれ参考にならんですね。はい。たまたまみたいな感じなんで、はい。ちょっとまあ微妙なんですよね。まあ当てたのはすごいですけれど、参考になるかって言われたらあんまならんのですよね。で、回収率ランキングもこれ率なんで、まああんまりその試行回数がない人っていうのがここに来てます。なんでまあ微妙かなっていう感じです。で、一番いいのが、この的中率ランキングなんですよね。まあ普通こんなランキングって、まあ競輪とか競馬とかボートレースとか、まあ他にもこういうね、かけれる系のものっていうのは現実でありますけれど、こういうシステムはないんですよ。こんなんあったらもう、オッズがね、もう、ボコボコになっちゃうんで、普通はないんですけれど、まあ、コアコードはあくまでゲームなんで、オッズをね、そんなその、わざわざ掛け金によって、めちゃくちゃ増減させる必要はないですから、一応存在しているという風になっているわけなんですよね。こちらのね、ランキングいろいろあると思います。名簿ありますけれど、名簿の右側にですね、まあ予想記録ってのが載ってるんですよね。で、ここを押していきますと、まあ今までその掛けた履歴っていうのが、これわかるわけなんですよね。まあこのトップの人とかやったら、まあほぼ当てているみたいな。一個外して、ていて、あとはもうほぼ当てていてっていう風になっているわけなんですけれど、試合待ちになっているものっていうのが、まあ、結構いくつかあると思うんですよね。この試合待ちっていうのが、まあ、今度する試合の方にですね、かけているっていう風になってまして、まあ、こういうね、的中率の高い人のかけ方をまんまパクってから、まあ、僕たちもかけていくっていうね、こういう方法です。まあ、今回話すのはそういった方法なんですよね。まあ、これ結構いいと思いますね。普通こんなないんですよ。たまにその競輪のアプリでその予想バトルみたいなのはしているのがあったりするんですけれど、でもこんななんか細分化してやっていたりとか、あと、まあ、予想者の人も多いわけではないんで、こんなね、こんなも大量にいるわけではなくて、まあ、3チーム、よくて3チームあるみたいな感じなんですけれど、こっちに関しましてはもうなんかね、めっちゃランキングありますから、まあ、上位の人の書き方をもうまんまパクって、僕たちもそれに書けていくみたいな、そういう風にしていくっていう方法ですね。で、オッズはね、あんまり動かないんですよね、このゲーム。ある程度その、もうこれ分かっている人はその書き方していると思うんで、同じように書けていると思うんですけれど、意外とそのオッズが動いてないんで、まあ、ベースとなるオッズからものすごく動くっていう風なシステムには、まあ、現状なってないと思うんですよね。まあ、ある程度だけ同じような書き方をして、まあ、オッズの方がブレたとしてもそこまでブレないっていうのが、まあ、今回の大会のシステムですから、まあいいんかなっていう、はい、風に思いますね。まずこの人の書き方をそのまま参考にしてやっていくっていう方法ですね。まあ、的中率高い人とかは普段まあ大会とかそういうの見るの好きで、よくその事情を知られている方だと思いますんで、まあ、それを参考にしていくっていうやり方ですね。一回戻りますけれど、今回のこのコインのイベントっていうのは、まあ、一応僕本枠で今こうやって出してますが、まあ、実はですね、まあ、初期アカウントとかでもコインを受け取ることができるんですよね。まあ、よく僕がリスマラでアカウントを保管してやっていくみたいな言ってますけれど、まあ、1日200コインずつですね、各々のアカウント保管されているアカウントで、まあ、皆さん受け取っておいて、で週に2回かけるところがあるわけじゃないですか。1週間で1400コインまずログインしてゲットしておきますよね。こちら入って予想スタートのところを押して、予想コインゲットのところから、まあ、ゲームにログインのやつとイベント情報のシェアの分ですね。この2つのコインをまず受け取っておくと、で1400コイン増やした後、その1400コインをさっきの方法で、まあ、ランキング乗ってる人の方法を試していきながら増やしていってっていう風にやっていって、まあ、全てのアカウントでコイン増やすと、でコイン増やした後、まあ、期間が来たら、まあ、例えば機械ショップのですね、まあ、金額のアイテムだったりとか、あとガチャの方を交換していくみたいな方法ありますので、まあ、いろんなアカウントを作っていって、で、その、各々のアカウントたちでコインを増やしていきつつ、まあ、予想ランキングの的中率の方を参考にしていきながら、人の予想と全く同じものをかけていくっていう方法が、今回、まあ、結構効率的にはいい方法かなというふうに思いますので、まあ、皆さんされてみるといいと思いますね。はい。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。一回 LINE 連携を解除して、また LINE 連携し直したら治りましたよ。自分はアプリストアでアップデートしていましたが、それでは LINE 連携の認証がしつこく来ていましたと。
前はですね、銀杏さんが、まあ、LINE の認証を毎回ね、ゲームの方をしている時に来る時っていうのは、まあ、クライアントのデータの方を一回アップで入れたら治りますよってことを言われていたんですけれど、今はその方法でも認証が来る時があって、連携解除してすぐ連携し直したらいいと。ああ、なるほどですね。まあ、これでもしもうまくいかなかった方、いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。まあ、逆に、うまくいった人も教えてくれると嬉しいですね。解除した後、ちゃんと連携し直さないとアカウント守れないんで、まあ、そこも気をつけられた方がいいと思います。で、次ですね。日本社がモデルの新しいセランスキン出ないかなと、難しいんじゃないですか、怒られたから。で、次ですね。昨日友達がネットイース全然知らんけれど、目をつけるゲームのジャンルはいいけど、金儲けのことしか考えていないし、運営がゴミって言ってて、まさにその通りだと思った。ネットイース知らん人にもこうやって知られているんやなと。まあ、結局、こうなっちゃうんすよね。むちゃくちゃすると。まあ、中国だったらですね、日本と違って人間が多いから、まあ、ある程度そのむちゃくちゃやってもですね、まあ、融通は効くんですけれど、日本の場合は、まあ、人間が少ないですからね。少ない分、その、一度ですね、悪い噂が広まって、変な対応をずっと取り続けていたら、そういう、ま、噂みたいな口コミっていうのが、わっともうすぐ広がっちゃってですね、二度と信用されないみたいな感じになっちゃいます。それは日本人の国民性とかもですね、関わってきている部分で、まあ、懐疑的な考え方ですよね、どっちかっていうと、日本人っていうのは。新しいものに対しては特にそうですし、まあ、してやその中国の企業っていうことで、まあ、難しく思われるところに、さらにそういうことをしていたら、まあ、そうなっちゃうと。まあ、今は、ま、コンシューマーゲームを作る新しいスタジオを立ち上げられているんですけれど、オーカスタジオ、これ何回も言ってますけれど、今後ね、まあ、日本でコンシューマーのゲームを開発して、プレステとか、まあ、任天堂の端末で新しいゲームをネットイースが出していく。そういう風になった時に、まあ、果たしてネットイースのゲームだと知って、プレイヤーは触るのかどうかっていうところっすよね。で、次ですね。ペニンシュラ大脱走にいたチーターたちがサービスの停止とともに通常や国庫に流れてますねと。あのモードの中で有名なチーターがペニンシュラ大脱走なくなったから、それに国庫を荒らしてるって言ってたし、そのチーターの仲間は腹いせに日本サーバー荒らしているみたいだね。運営バカだな。チーターのゆるどころを消すなんて、無能にも程があるでしょうと。あ、ペニンシュラ大脱走にチーターいっぱいいたんですね。まあ、ペニンシュラ大脱走って何かっていうと、中国サーバー限定であった、なんか謎のですね、まあモードみたいな、レジャーみたいな感じですね。はい。まああれ結構なんか向こうの方ではそこそこやってる人がいましたもんね。あ、だからなんすね。だから消したんだ。へぇ。確かに、前に僕が何回かペニンシュラ大脱走触った時は、めっちゃなんかチーターいましたもんね。確かにおったな。ヘリのところに行けば結構いいみたいな感じなんですけれど、ヘリのところに待たれてもうボコボコにされるみたいなチーターに、まあ、初手折りでヘリに行く人ってのも多かったですし、本当になんか初手でヘリのところ行ったら30人ぐらい人が集まっていて、もう M4 の打ち合いみたいな、でそれでもう秒で試合が終わるみたいな感じだったんですけれど、これまあチーターが無双していたんでしょうね。あ、だから消して、でもそれ消すのはちょっとなんかね、あれっすよね。デコイとして残しておけばよかったのに、まあ、そういう操作はネットイースなんか向こうの方でも下手なんでしょうね。すごい前で言うと、なんか払い戻しを悪用されてしまって無駄にお金を失うとか中国の方ではありましたし、まあそういうことがあったんですね。だから来てるんだ JP に、まあ納得って感じですね。はい。